さあ来ました。姫路城来ましたよ。25周年。社会登録から25年。ねえ、やってますよ。あ、こんにちは。あら、今から入り。今ちょっとまあ、ロケをやってました。どこに？ここ姫路城のロケを。宿泊と。姫路城を案内する方ですよ。え、なんと案内する方。姫路城の案内を。名物ガイドやろ。名物ガイドさん。あ、そうなんですか。はい。あら、何か PR を。お城入ろう。いや、もうちょっと下から見て、また戻らないといけない。あ、映してください。あら、こう PR しますんで。これ父さんですか。はい。お殿様じゃないですか。これ水戸黄門出た時。水戸黄門出た時の。うわ、ありがとうございます。里見幸太郎と一緒に出てますやん。そう、すごいな。名物案内人の。去年は安住紳一郎と出ました。うわー、すごいな。せっかくのお名前も言って。名前言うの。あ、PR した方が。言わんでもええやん。さすがやな。謙虚な。謙虚ですよ。これま、今度天皇陛下になる人からもらった勲章。勲章も持てる。へえ。これ名物お父さんとここでばったり。すごい。佐竹さん。佐竹さん。佐竹、名前言ってもらって。これ。テロップ出しておきますね、また。あ、それ名前で。佐竹さん。名前。ひろしさん。ひろしさん。姫路城、これに、リバーシティ行き出して23年やもんな。あ、リバーシティね。のジムに。あ、イオンですね。イオンさんに行って、23年。その時からガイドしたんやから。わ、もういたら。ぜひ、姫路城のことは。佐竹さんに。佐竹さんに。ありがとうございます、佐竹さん。ちょっと姫路行きましょう。年寄りはもっと元気がなかったらあかんやん。ね、年寄りは。元気出して、ということで。お医者に介護されるようじゃあかん。あかんって。今ね。運動せなあかん。フィットネス。そうですね。フィットネス芸人として。だこれ、姫路城がアメリカと戦争した時に。何本も出てくんね、確かに。黒い網をかぶして隠したみたいな。ねえ、いや、それは歴史知ってるわけですから。これは何の写真でしたっけ。ビトナス芸人ですわ。あ、ビトナス芸人です。20年の7月の3日、うちは3日、アメリカ B-20 は106機飛んできた、その時の真っ黒。あ、これその時の写真ですか。いやいや、貴重なものがこの前に、はい、黒いお城に黒い網をかぶして隠したの。いやこんなん見せてないの。見たかな。なかなか、いや、そんなん見れないね。真っ黒ですね、白鷺が。だから B-20 はできたてやから、わからない。ありがとうございます。ありがとうございます。チョコレート。はい。答えてくれた方には、ちょっと。すいません。ちょっとだけ歩行行こう。あ、名物ガイドが案内してくれるんですか。この橋、ちょっと。この橋。これ橋。この橋、昭和19年。にできたのに。鉄筋で作った市民から反対来ろうから、情緒がない。だコンクリートの上に吉野杉を貼り付けてるだけ。だ木の橋のようにみんな思う。なるほど。音が違うやろ。やって。やって。音違うやろ。木の橋と。と違う。橋のね。木とね、比べると、うん、あ、そういうからくりがあるってことですね。うん、なるほど。ね、ありがとうございます。これから今レイヤーいちいち言わんで。いやいや、そんなんね。ありがたいですね。一つ一つがもうありがたいです、ね。